対中フローラ世界博覧会は2018年11月3日から2019年4月24日に中華民国対中市において開催される世界規模の夏季博覧会。国際演芸家協会から A2B1 レベルの国際演芸博覧会として認定されている。2012年7月19日から26日、当時の女中尾対中市副市長がオランダに団体を 引率して参加したイベント2012フロリアタオランダ花博展覧会中首都シピアール・イン・フェンロにおいて2018年国際演芸博覧会の開催申請について問い合わせた同年9月11日に再び団体を率いてオランダの2012アイフ年度大会に参加アイフより2018年大中国際歌詞博覧会の開催資格を獲得した このロゴは台湾の地形をデザインのベースにしており、青いエネルギーとグリーンの葉、オレンジ色の花により、花源、GNP、グリーン、自然、人の三大要素を表現している。その中には人が前に飛ぶような形が隠されている。トリックアートの手法によりデザインされた、このロゴは人と自然の緊密なつながりを強調。人々に人と自然が、 永続的に共生することの大切さを思い起こさせるようにとの思いが込められている。また、三つのシンボルは、それぞれ三大会場の異なる特性を代表している。青い部分は、豊原会場の放浪を、オレンジの部分は、外堀会場の豊穣な花と果物の物産を、グリーンは、高砂と会場の歴史ある老木と百年ものの場場を代表している。 生産を追求する過程で土地と生きとし生けるものを尊重し、慈しみ、さらに価値が増し幸福な生活を創造する。同時に、温かみのある GNP に再解釈し、永続的で多元性を受ける、受け入れて、人々の心に寄り添うことで幸福な花の都市を構築する。マスコットキャラクター、台湾山猫と馬。林正則今期のプロモーション大使。 国立台北大学、極光高,高級中学、中大科技大学の学生、三名マンダリン航空の、花博ラッピング COB737 型機2013年2月19日から22日に、渡って、国際園芸科協会の委員が来台し、台中市花博会場予定地を視察。市政府に、環境保護公園と、交差と国軍を図型連合補修場の妥当性に、 ついて再考するよう助言したことを受け、改めて会場場所を選定した。同年4月9日に、台中市政府が国際柿博覧会推進委員会を設置、7月2日に花博予定地を、交里場場、郊里にある大東の土地、郊里郡営区、中垣地隔離グリーンベルトに修正、合計約97ヘクタールとなる。 10月28日から31日にかけて国際園芸家協会が再び来題して視察と意見交流を行う。同時に2018代中国際科技博覧会国際シンポジウムとラウンドテーブルフォーラムが開催された。2014年1月、台中市政府農業局が国立中高大学に花博予定地の基礎資源環境調査を委託。 6月17日には2018花博予定地の開発行為と文化動物保護対策の協議会において調査時に撮影した画像と成果物の中に絶滅が危惧される野生動物のレッドリスト第一類にランクされる台湾山猫の存在を専門家の同席のもとに確認した。7月11日に台中花博の英語名称をに正式決定した。 10月22日から24日に愛風が来台して、台中市政府の各機関は花博業務推進交流会を行い、2018代中国最下期博覧会都市フォーラムを開催した。11月27日に行政院が台中市被水区域農業価値計画に同意国家重大建設計工用計画のリストに盛り込まれる。 2015年1月15日、台中市政府は会議で会場予定地にあった養保護の野生動物台湾山猫の生息地を避け、別に外保湯高壇と豊原放浪公園を花博予定地として増設した。7月20日と21日に2018台中フローラ世界博覧会国内外専門家交流会議を開催。九月十一日に IF が 体中市政府に文章を送り、体中花博の名称を2018代中、フローラ世界博覧会に変更という正式決定を伝えた。体中国際書き博覧会事務所も同時に、体中フローラ世界花博事務所に名称を変更。10月に体中市政府は会場を、花と馬の楽園、森林花園、花と果物の故郷、 ウォーターフロント花のとという4大テーマと花園館、馬術の障害飛び越し競技場、花教館、グリーンエネルギー館、自然館、発言館、探索館等の展示館がある。交差会場の花園館2017年11月、工事2016年2月27日、2018代中花博の開催契約に、調印、9月19日に、 対中フローラ世界博覧会のロゴを発表する。2016年11月8日、インターネット花博キャンパス大使を投票により選出。11月23日に花博大使投票結果記者会で学生3名を発表。2018年中、フローラ世界博覧会の PR 大使を務める。11月20日、外保会場に着工。12月10日、 豊原放浪会場着工。2017年4月19日、会場に着工、6月13日、台中花博のマスコットキャラクターである、台湾山猫と馬を外部に発表し、広く報道された。2017年に開催地台中を拠点とする、自転車メーカージャイアントマニファクチャリングの、元 CEO ラサチアスなどの訪問団が、PR のために、 愛媛県を訪問している。また、台中国際空港などを発着する国際線で花博ラッピング使用機材が香港や日本に飛来している。2018年6月、マンダリン航空の成田路線開設時には、台中市長の林慶竜らが訪問団を率いて来日しているほか、市の知名度工場を狙って、高飛車し、オを出演させた観光プロモーションビデオ 制作している。対中花博の会場は、交差と、外穂豊原の3つのメイン会場で構成される予定で、それぞれ生態保育、緻密な農業及び、環境の創造という趣旨に交往している。グリーンの共有と自然共生、人と文化が正しい方向性を持つことがコンセプトとなっている。会場の総面積は60.88ヘクタールで、 交差と馬場森林会場、外歩会場、豊原放浪公園の3会場からなる。交差と会場、ありがとうございます。